1年生の私服登校本当に悩みそうです。へえ、夏の制服買わなかったんですよね。初めての定期講座は6月初めて。制服なんていらなくないですか。でも上の、ああ、でも暑いっすけどね。でも私服で登校したらいいんじゃないですか。ちなみに岡崎高校、どんなもんか調べてみましょうか。岡崎高校の合格実績と一宮高校の。出てるかな。もうそろそろ出してますよね。まだ出してない。一宮高校。あのね、令和3年度卒業って書いてあるんですけど、これがね、令和4年度卒業って書いてある学校もあれば、3年度卒業って書いてあって、どっちやねんって突っ込んでました、僕は。意味わからん、本当に、ね、統一しろよ。だから何年度っていう書き方よくねえって俺言ってるんですよ。やめさせたらええのに。なんでずれるかって言いますと、1月を年度の初めって考えてる人と、4月を年度の初めだと考えてる人がいるんですよ。基本的に教育関係っていうのは4月を年度の初めて考えるらしいんですよ。だから今年は4年ですよね。令和4年ですよね。今年ちょっと僕もあれなんですけど、令和4年ですよね。だから今年は令和4年度なんですよ。だけど高校受験って令和5年度って書いてあるんですよ。意味わからんですよ、もう統一しろよって。もうわけわかんないんですよ。わけわかんないから誰か統一してくれってすげえ思うんですよね。だっておかしいでしょ。なんでどうってよ変わるんだよ。まあ、そんな苦情言っててもしょうがないんですけど。